では今から、現場でろ過をする方法を説明します。これがステリベックスと呼ばれるカートリッジ式のフィルターです。これに水を通してこのフィルターの上に DNA を補足するということを今から行います。で、そのためにこのフィルターとカートリッジ式フィルターとこのシリンジですね、これをつないでこの中に水を入れてこれをこうつないでですね、でろ過をするということを今から行います。はい、このタイプのシリンジは50ミリリットル取れるようになっています。一番上にっていうか空気が入りますから、この空気を一番上に持っていって、でこれを下から押すことでまず空気を追い出すと、追い出してここのラバーを、黒いラバーを50のところに合わせます。そうするとこの中に今50ミリリットルの海水が入っています。で、このカートリッジをここに取り付けます。で、取り付けたらこれを押してろ過をする。これを何回か繰り返します。最後、規定量の想定している量のろ過が終わったら、この中にまだ水が残っていますので、この水を追い出すということをやります。これ一回ここのシリンジとこのフィルターを外して、シリンジの方に空気を入れて、でもう一回つなぐと。それで空気で押しやればカートリッジの中の水が抜けます。で、これを数回繰り返します。ちょっとここをこう斜めにしてやって、ここに水が溜まっていなければもう大丈夫ですね。今もう溜まっていませんね。ここに溜まっていなければ大丈夫です。次にこの今ろ紙の上に乗った DNA が分解しないように、ここに RNA レイターという分解を阻止する薬品を入れます。まずこちら側に蓋をします。これがその蓋ですね、キャップです。これをここに取り付けます。でしょうか。そしたらこの状態でシリンジをこう取り外してここに装着します。あらかじめ用意しているこの RNA レイターをここに入れます。で、これを今から押します。押すと入りました。
こちら側の入り口の方もこのキャップで蓋をします。で最後にこの RNA レイターがろ紙全体に行き渡るように何回かこうくるくるこう回します。そしたらまあろ過が終わって RNA レイターを入れたらここに日付や場所の情報を記載しておきます。はい、このような感じですね。